皆さんこんにちは。覚えてますか？7ヶ月前レクサス LS460 内装の悪さひどさ10年持たなかったというレクサスですね。7ヶ月前ですよ。ようやくほとんど終わったので紹介したいと思います。今日直したところなんですが、ここですね。こっち側と向こう側、こう張り替えました。あとこのアームレストなんですが、ここは対象外だそうです。一応ここはそのハードなマテリアを使ってないレザーなので、ここは対象外だそうです。もう一つ最後にやったところが後ろの席になります。後ろ側に入って、後ろ側のここですね、こことこのサイド、それと最後に残ってたドアのここです。皆さん、ようやく7ヶ月かけてこのレクサス LS460 の内装が新品となりました。でも7ヶ月ですよ。まあ遅いという人もいれば、それだけかかるのは当たり前じゃないか、ただだからという人も考えもあると思いますが、結局10年持たなかったこのレクサス LS460 の内装が綺麗になったという動画でした。皆さんどう思いますか？それではご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. To be continued. ちなみに皆さん、こういうエンブレムというんですかね、こういうマーク、こういうの、これは残しとく派ですか、それとも取ってしまう派ですか？私はどっちかというと取ってしまう派なんですが、皆さんはいかがでしょうか？